これ、一回の万引きなんですが、一般のお客様では最高記録です。と呟いたのが宮崎県にあるスーパー長野屋。逆切れ弁当や食べづらいサンドイッチなど、ネーミングセンス抜群の食品が並ぶ大人気スーパーだ。にしてもこれ、取りすぎじゃね取りすぎ。業者かよ。カフェオレこんだけカゴに入れてたら、あ、店員さんが在庫整理してんのかなって思うよね。みんな気づいたここ。 アクエリアスとジョージア、箱で2ケースずつパクってる。ここで一つ言えるのは、犯人はこのジョージアのコーヒーオレが大好き。そして、スープも好き。でさ、西中名探偵の時間です。 スーパーのカートってこうなってる。カゴは上下に一つずつセットできるけど、このアクエリアスとジョージアの箱は一緒のカートには載せられないはず。つまり犯人はカートを二つ使ったか、店を二往復したか、二人以上なんだと思います。ちなみに、一回の万引きでこれだけの量を盗まれそうになったスーパー長野屋さん曰く、近年の万引きは犯行方法が従来と違って、 1, 1持参したいゴバッグに会計前の商品を入れちゃう2セルフレジで会計をごまかしちゃうそういうやり方が急増しているんだそうですどちらの場合も見つけて声をかけると「え <laughs> うっかりしてた気づかなかった」ってとぼけられて罪悪感はなし通報してしまえまあレジ袋の有料化とセルフレジの導入という本来生活が便利になるはずのものが原因で新しい犯罪が生まれてしまっている現実 商品を1個万引きされると、店はその商品を10個売らないといけなくなるそうです。物価も高騰してて、生活費が厳しいのは僕もわかるけど、万引きは絶対ダメだからね。西中でしたまた次もさ、見てくるよなあ